はい、ありがとうございます。さあ、加藤社長、高畑さんにももちろんぴったりな端末お持ちいただいたんですよね。高畑さん、どうぞ、はい、立ち位置の方にお戻りいただきまして、はいはい、高畑さん、シンデレラの声やっておられるんですよね。そうです、今ですからね、今持ってきてくれました。これが新しいスマートフォンなんです。あ、ちょっと違いましたね。これですね、当ててみ、ちょっと履いていって、そういうわけ、ガラスの靴ですね。そういうわけではない、どうしてもこれはガラスの靴なんですけども、ちょっと笑いを取るために用意したんです。微妙でしたね。やや受けでしたけど、皆さん大丈夫でしたでしょうか。ちょっと滑りましたかね。でもこれ本当はですね、はい、やっぱりディズニーのこのスワロースキーが入ったこのディズニーフォンです。はい。どうぞ。ディズニーフォン。はい。さあ、まずお持ちいただきましたが、ご覧いただいて、まずは見た目いかがですか。この前の液晶、蓋のところがミッキーになってて、はい、そうですね、そうなんです、かわいいですね。フリップにミッキーの窓がついているんです。ミッキーの窓が、じゃあちょっと開けていただいて、はい、じゃあちょっと2回ほど振っていただくと何かが起こります、はい、すると、ああ、もうなんか出てますね。どうですか。あ、画面だ。おお、踊ってる。シンデレラ。シンデレラが回ってます。そうなんです。映画のこのシンデレラね、ワンシーンを見ることができるということで。はい。すごい。もう何度もね、見たくなるような感じがしますけれども。これ女の子は嬉しいですね。これ嬉しいですよ。女性もすごい嬉しいと思う。これはちょっと友達にも自慢できる携帯になるんじゃないかなと思うんですが、ね、すごいですね。あと液晶がめっちゃ綺麗です。綺麗、シンデレラの映像がすごい綺麗、うん、あのディズニースマートフォンこう持つと夢が、高田さん、どんどん広がるんじゃないですか。広がりますね。女性は本当ミッキーとか好きだもんね。好きですね。ディズニー好きの方はもう絶対。ここミッキーじゃん。あ、本当だ。スイッチがミッキーです。そうなんです。キャラクターも、あとね、こう電池のこういうのあるじゃないですか。ありますね。それの上のやつもミッキーだし。はい、あ、なるほどなるほど。全然見えない。全然見えない。老眼には見えない。携帯を隠れミッキーがいっぱい。なんか喋ろうとしてるよ。見たいです。あ、ごめんなさい。どうなってるのか。あ、はい、見えない。あやのさんには。高畑さん、こうやってやってくれるとどういう風に。なってるのかちょっと見せる。そっか、一、ね、人で楽しんでる感じ。でも残念なんですが、綾野さんのお時間がやってしまいまいりました。残念。後ほど端末の方はドコモショップなどでもご覧いただけますので、いいはい、ぜひ私どもの方から。冷たいなそれ。ドコモショップちゃん、私どもの方からね、はい、お持ちしてない感じ、ね。そうなんです。もうお時間がちょっとやってきましたので、綾、は、野、い、さんの方からは意気込みをいただいてお別れしようかなと思っております。綾、は、野、い、さん、はい、お願いいたします。いや、今後も CM を通じてこう NTT ドコモの魅力と、そして新たな革命として改めて徳田姉を探し続けながら、また新キャラクターの高畑さんとも現場で和気あいあいとできたらと思っております。何か監督から聞いたのは、高畑さんと僕は割とライバルみたいになって、高畑さんのが圧倒的にできて僕は置いてかれるみたいな、割とどんどん僕置いてかれるみたいなんで、さてどうなるのかなっていう感じで、まあ、最後には堤さんについていけたらと思っております。本日はありがとうございます。ありがとうございました。綾野剛さんでした。ありがとうございました。さようなら。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということで中継をつないでお届けしてまいりました。では最後に皆さんからもメッセージをいただきます。どうぞ中央にお集まりください。ではお三方お集まりいただきまして、メッセージいただいてまいります。では堤真一さんからお願いいたします。あ、そうですね、CM で、3人で力を合わせて、楽しく、撮影していきたいと思います。それで、今やってるのもとにかく特ダネということで、意外と知らない、こうすればすごく便利だとか、こういう使い方もあるんだということをうまくお伝えできればと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。では高畑充希さん、お願いいたします。はい、まだ私はこれからの参加ということで、すごくドキドキワクワクしています。見た CM がすごいかっこよかったんで、中で私もかっこいい風で頑張れたらいいなと思います。
よろしくお願いします。期待しております。では加藤社長、新 CM への期待と出演者の皆さんへメッセージをお願いいたします。新メンバーの皆さん3人でですね、楽しい CM ができてきてます。ドコモではサービスどんどん作っていこうと思ってますし、まあ、プラス D ということで新しいところを出していきたいと思いますので、新しいメンバーの皆さんのどんどんその辺をですね、訴求するものが増えていくように我々も頑張っていきたいと思います。一つだけここで特ダネを私の方から。今壇上におりますものはすべて4人とも関西人です。堤さんはもうお話になるともうバレバレでございます。私と高畑さんは標準語を喋っております。だけど関西です、はい、しかもご近所なんですよね。ご近所生まれたところは非常に近いんです。すごいぶち込みでびっくりしました。これはアドリブです、はい、忘れてください。忘れてください。ありがとうございました。さあということでトークセッションは以上とさせていただきます。堤真一さん、高畑充希さん、そして加藤社長もありがとうございました。ありがとうございます。ではどうぞご登壇ください。ありがとうございました。ありがとうございました。いや皆さん本当特ダネお持ちですね。ありがとうございます。なお本日発表いたしました新商品